森下博和は、鳥取県野津郡野津町出身の、元陸上競技選手、指導者。1992年のバルセロナオリンピック、男子マラソン銀メダリスト。鳥取県立野津高等学校出身、現役時は、旭化成陸上部所属。現在は、豊田自動車九州陸上競技部監督。船岡町立船岡中学校時代は、水泳部に所属しながら、 駅伝に参加し、3年時には中学駅伝鳥取県大会の区間賞を獲得している。矢津高等学校に進学後、陸上競技部に入部して、頭角を表す。3年時には、インターハイ予選中国地区大会の3000メートル SC において、由来区営高等学校の岡田厚志行きともに、高校生として初めて9分を突破、地元開催であった我が鳥、 国体では、少年 a 千五百メートル千五百メートルで八位、少年 a 一万メートルで六位と気を吐く。しかしながら、深山明、岡田厚行ら、兵庫県からの越境入学による国体強化選手を集めた由来クエの壁に阻まれ、当時への出場は一度も叶なわないままの卒業となる。高校卒業後、一旦は地元である船岡町での就職を予定していたが、 誘いを受けて朝日火星陸上部に入部する。朝日火星入社後、故障に苦しめられた時期も長かったが、そうしげる、その指導の下駅伝でチームの核となる活躍を見せ始める。1990年の熊日3 0トルロードレースで優勝を飾ると、トラックでは、同年の北京はアジア競技大会に1万メートルで、優勝して金メダル、5000メートルは、 銀メダルを獲得。翌1991年、世界陸上東京大会では1万メートル決勝進出を果たすなど、若手トップランナーとして注目を集め始める。初マラソンは、1991年の別府を置いた毎日マラソン。初マラソンながら、急遽出場したソウルオリンピックマラソン4位入賞である中山武幸との一騎打ちを演じた。 このレースの39キロ過ぎ、中山が森下の肩を叩いて、スパートを促すと、森下はそのまま中山を振り切ってゴールし、2時間8分53秒の初マラソン、日本最高記録で優勝した。翌年の東京国際マラソンで、再び中山と一騎打ちになり、トラック勝負でこれを制し、バルセロナオリンピックのマラソン代表となった。オリンピックまでのマラソン経験数二回は、 戦後の日本の男子マラソン代表では最も少ない数字である。8月のオリンピック本番では、朝日火星のチームメイトだった谷口博美や前日の中山と共に出場。高営とのマッチレースとなり、終盤のモンジュイッ区の丘で突き放されて惜しくも優勝を逃したが、日本人選手として2つ目の銀メダルを獲得。五輪マラソンで男子がメダルを獲得したのは、 1968年、メキシコオリンピックでの君原健二の議員以来24年ぶりのことであった。逸話以降は怪我等で低迷し、現役を退き、1999年、トヨタ自動車九州陸上部監督に就任した。チームは着実に力をつけ、全日本実業団駅伝への出場、クロスカントリーやハーフマラソンの世界大会代表を出すまでとなった。 2005年には、北海道、深川にて1万メートルの日本歴代3位、国内日本人最高タイムを記録した、三ツ谷優を、ヘルシンキ世界選手権代表へ。これが、チーム初のトラック種目代表である。しかし、三ツ谷やそれ以降に加入してきた高卒の競技者が、故障で苦しみ、早期に競技を退いていることも事実であり、コーチング、育成能力を疑問視する声もある。 また、深川のレースで三矢をアシストしたルーキー、サムエル・ワンジルは、ゴールデンリーグと呼ばれる国際主要大会の1万メートルで、世界ランク上位に相当する26分41秒75をマーク。約2週間後に行われた9月のロッテルダムのレースでは、ハーフマラソンの世界記録を樹立した。ワンジルは母国、ケニアに長期間帰国していたことが多く、 日本の実業団登録の滞在日数に関わるため、森下に日本に戻ってくるよう促されても戻ってこないことが多かった。次第に2005年同期加入した当時のトヨタ九州マネージャーと行動を共にするようになり、席を置いたままガブリエラ・ロザをコーチに、その息子フレデリコ・ロザを代理人とし、森下の方針に従わず、森下が考えていたスケジュールやトヨタ九州と、 合流する予定、福岡の放送局、FBS のイベントなどもキャンセルするなどのトラブルを起こし、2008年7月に、トヨタ自動車九州に一方的に退社届を送り、トヨタ九州側も受理した。その翌月の北京オリンピック男子マラソンで金メダルを獲得した。しかし故郷、ケニアに帰ったバンジルはその後も数々のトラブルを起こし、 2012年ドンドンオリンピックの開催される前年の2011年5月、ケニアの自宅バルコニーから転落して、事故死24歳の若さで溶接してしまった。ありがとうございます。